まずその、はい、女優ですと、まずはね俳優さんに会ってます、はい、ということで、はい、そのちょっと歴史を聞いてみようかなという思うんですけれども、はい、ちょっと教えてくれる、どういう、はい、もともと、うん、まあ、そういったそのドラマだったりとか、うん、その劇団の公演のお芝居だったりとかを見るのが好き で、うん、でうちの母親がそういうの見るの好き で、うん、で私も見ていくうちに面白いなっていう気持ちがあって、うん、あ、お母様が舞台好きだったの。あ、そうですそうです。あ、で連れて行かれて、はい、見るのが好きで、はいはいはい、はい、でそういうのも好き でドラマとかもすごい好きで見てて、うん、で、でももともと最初は私歌うのが好きだったので、今ね、はい、Y さんって方がいらっしゃって、はい、VT さん、 YT さんかな、ゆりちゃんって、コメント書かれて、待ってきましたね、ゆりちゃん頑張れって、ありがとうございます、いいですね、頑張れですって、ありがとうございます、今それでそれで、はい、何でしたっけ、緊張して、ね、うん、もうリラックスしてください、はい、大丈夫ですよ、まあ、歌うことが好きだったんですけど、うんうん、まあ、ずっと見てる中で、ずっとすごい、うん、引っ込みじゃんというか、もともと臆病な性格なので、あ、なんか学校とかでも目立たないような子だったんですよ。そこで女子校だったんですけど、女子校、はい、演劇部なくて、うん、で将来どうしたいのかって親と話した時に、うん、お芝居勉強したいって言って、うん、でじゃあそしたらまずここでできること やりなさいっていうことで、はいはい、地元の劇団調べて、うん、でそこからミュージカル劇団に入ったの、はい、入って、それまずご両親、はい、素敵ね。あ、そうですね。なんかもう一度行ったら聞かないからって言って、うん、結構頑固なんですよ。頑固なんだ、頑固なんだ。すごい頑固なんで。でも理解あるよね。そうですね。なんか、ね、聞いてもらって本当にその高校時代にミュージカルの経験っていうのは大きかったので、うん、どのぐらいの何人ぐらいこういらっしゃる劇団なんですか。こうその小学生の子から大人の社会人の方まで、うん、はい、いらっしゃって、で舞台公演を定期的にやるみたいな、うん、へー、はい、でもミュージカルだったね、歌のレッスンもあり、うん、ダンスのレッスンもあり、うん、お芝居のレッスンもありって言って、うん、じゃあそれをもう高校の時に、はい、高校の時にやってたんだ、やってて、うん、でダンスも歌もやっぱり好きだったんですけど、うん、そこで初めてお芝居というものを知って、うん、あ、もっと勉強したいなっていうのがあって、あ、うん、専門学校の方に上京して、その時に、はい、ミュージカルよりはそういったストリートプレイの方に行こうかなみたいな。そうですね、ミュージカルもやりたいっていう気持ちはあったんですけど、うんうんうん、いや、まず芝居からちょっとうん、うん、本格的にやりたいなと。なるほど、なるほど。人を演じる時に、うん、自分なんだけど、うん、もっと自分じゃないその登場人物になりたいっていうのがあって、うん、 ね、うん、それがあったので、うん、他にもいろんな専門学校とかあったんですけど、うん、なんかその映像芝居と舞台芝居、うん、両方学べるようなところで日活の方に、うん、はい、はい、どこに日活、日活の、日活に行きましたか、はい、もう今学校なくなっちゃったんですけど、並行しちゃって、はい、に行ってました。いや、素晴らしいですね。で、それが何、じゃあいつ高校出てからすぐ行ったの。高校出てすぐです。ちなみに地元とかはってこと。あ、宮崎県です。宮崎県の、はい、宮崎県の高校の時にミュージカルをやってて、はいはい、で高校出て東京に上京し、はい、日活に行くってものすごい気合入ってんね、はい、そうですね。いや、僕もほら日活はさ、はい、仕事上行くことはあるんだけど、勉強が苦手というか、うん、嫌いというか、本当に勉強できなくて、うんうん、でもうその勉強をして何かをやるっていうことに対してのモチベーションがそもそも低すぎて、うん、じゃあ何やりたいかって言ったら、もうこれしかない、私これだけ、これだけ、これがどうしてもやりたいって言って、もう状況と同時に宮崎飛び出して。じゃあじゃあご両親は最初どうでした、はい、娘さんがさ東京に行かせるなんて。なんか親戚とかいるの。あ、一応親戚はいます、うん、はい、おばとか。あ、じゃあちょっと安心だよね、はい、うん、はい、東京の関東の方に。なかなかね、女の子一人で出すってね、はい、そうです、うん、